2006年9月15日、土星食の日にカッシーニによって撮影された土星の管の前景。メインリングの外側、G 管のすぐ内側の十字の方角にペールブルードットが見える。構成する粒子の小道に応じて彩色した画像、土星の管は太陽系で最も顕著な惑星の管である。マイクロメートル単位からメートル単位の無数の小さな粒子が集団になり、 土星の周りを回っている。管の粒子はほぼすべて水の氷であり、ゴミやその他の物質が少量混入している。管からの反射光によって土星の死闘級が増すが地球から裸眼で土星の管を見ることはできない。ガリレオ・ガリレイが最初に望遠鏡を空に向けた翌年の1610年、彼は人類で初めて土星の管を観測したが、ガリレオは それが何であるか、はっきり認識することはなかった。1655年、クリスティアン・ホイフェンスは、初めて、それが、土星の周りのディスクであると記述した。ピエール・シモンダ・プラス以降、多くの人が、土星の肝は、多数の小さな缶の集合であると考えているが、実際には、肝と缶の間に何もない空撃の数は少ない。実際には、密度や明るさに、部分的に、 国体部や極小部のある同心円の艦隊であると考える方が正確である。土星の艦には粒子の密度が急激に落ちる空撃がある。そのうち二つでは基地の衛星が運行しており、また他の空撃の多くは土星の衛星と不安定共鳴を起こす場所にある。残りの空撃はその生成過程が不明である。一方、体艦艦や G 艦等は 安定共鳴状態によって、その安定性が維持されている。メインリングの外側には、フェーベ感がある。これは、他のリングから27度傾き、フェーベのように逆行している。最近の研究では、土星の管は土星に衝突する前に、氷の殻を引き裂かれた衛星の残骸であるとする、説がある。ガリレオ・ガリレイは、1610年に、初めて土星の管を観測した。 ガリレオ・ガリレーは1610年に自作の望遠鏡を用いて初めて土星の間を観測したがそれを噛だとは認識できなかった。彼はトスカーナ大公コジモ2世への手紙の中で土星は一つではなく三つからなっている。それらはお互いにほぼ接触しており全く動かないし互いに位置を変えない。王道に平行に直列し中央の天体は 両横の天体の約3倍の大きさであると記している。また彼は土星には耳があるとも記している。1612年、カンの面は地球に正面を向け、カンは突然消えたように見えた。ガリレオは戸惑い、サートゥルヌスが将来自分の子に殺されるのを防ぐために自分の子供を飲み込んだという神話になぞらえて土星は子供たちを飲み込んだのか、と表現した。 土星の間は1613年に再び出現し、ガリレオをさらに困惑させた。初期の天文学者は論文が公表される前、自分の新発見を主張するためにアナグラムを用いた。ガリレオは自身の発見を主張するため、アルティサムムプラナタムタージェマナムアブザーバビという意味を表すスマイスマアマルマポタルマバネニエグトラスというアナグラムを作った。ロバートフックは 1666年に土星の A 館と B 館に土星及び互いの館の影が映る様子をスケッチした。1655年、クリスティアン・ホイフェンスは初めて土星は館に囲まれていることを主張した。彼はガリレオよりもずっと高性能の倍率50倍の望遠鏡を自作して土星を観測し土星は薄くて平たい、どこにも接触せず、 王道から傾いた艦を持つと記述している。ロバート・フックも土星の艦の初期の観測者の一人であり、艦に落とされた影について記述した。1675年、ジョバンニカシーには土星の艦は複数の小さな艦とその間の空撃から構成されていることを明らかにし、A 艦と B 艦の間にある幅 4800km の最大の空撃は後に、 カッシーニの感激と呼ばれるようになった。1787年、ピエール・シモン・ラプラスは、土星の肝は、非常に多くの立体の召喚からできていると、提唱した。1859年、ジェームズ・クラーク・マックスウェルは、肝がもし立体であれば、不安定ですぐ壊れてしまうため、立体ではありえないということを示した。彼は、肝は無数の小さな粒子から構成され、 それぞれが独立して土星の周りを公転していると提唱した。マックスウェルの理論は1895年にアレゲニー天文台のジェームズ・エドワード・キーラーによる肝の文光学的観測で正しいことが証明された。2017年4月26日、カッシーニが人類の探査機として初めて土星盆星と肝の間を通過した。土星の肝は発見された順に アルファベットの名前が付けられている。メインリングは内側から C 管、B 管、A 管よび B 管と A 管の間のシーにの間隙で構成されている。D 管は最も土星に近く暗い。F 管は狭く A 管の外側にある。さらにその外側には非常に薄い G 管と E 管がある。土星の管には多くの構造がある。そのいくつかは 土星の衛星による雪道に関係しているが、多くは説明がついていない。2004年3月22日のハープル宇宙望遠鏡の装填観測用鋼性能カメラによる画像。暗いカッシーニの感激が内側の B 館と外側の A 館を隔てている。若干暗い C 館は B 館のすぐ内側にある。密度の濃いメインリングは、 土星の赤道から 7000km から8万 km の距離に広がっている。最も薄いところで約 10m、最も厚いところで約 1km と推定されている。99.9%が純粋な水の氷であり、不純物としてソリンやケースを含む。メインリングを構成する粒子の大きさは、主に直径 1cm から 10m 程度である。 艦の総質量は約 3X1019kg と土星の質量のわずか1億分の5程度であり、見ますよりも若干小さい。ただし、証明されていないものの艦の行従によりこの値は過小評価されており、実際の質量はこの3倍程度だという主張もある。カッシーニの感激やエンケの感激のような大きな空撃は地球からでも観測できるが、 ボイジャー計画の両探査機は土星の間は数千の薄い空撃や小喚から構成される非常に複雑な構造であることを発見した。この構造は土星の多くの衛星の引力で生じたと考えられている。いくつかの空撃はパントの小衛星の通過によって一掃されてしまい、またいくつかの空撃は小さな羊海衛星の重力によって維持されていると考えられている。 2007年5月9日にカッシーニが撮影した土星の裏側宇宙探査機カッシーニからのデータは土星の肝は惑星の大気とは独立した自らの大気を持っていることを示しているこの大気は太陽からの紫外線が肝の氷と反応して生じる酸素分子から構成されている氷と紫外線の化学反応は酸素分子以外に水素分子も生成される 酸素分子と水素分子の大気は非常に希薄ですべての大気を管に蓄積されると一原子の厚さとなる。管にはまた王の大気もある。酸素と同様にこの大気は水分子の分解によって生成するがその原因は紫外線ではなくエンケラズスからのエネルギーを持ったイオンの放出である。この大気は非常に薄いが ハップル宇宙望遠鏡を用いて検出できる。2009年8月12日、土星の分点の日の翌日にカッシーニが撮影した画像。缶は太陽の方を向いており、F 缶のような軌道面からずれた部分以外からの反射光が来ない。土星の死闘級は複雑なパターンで変化する。大きな変動の要因は缶の見かけの変化であり、周回ごとに2サイクルを経る。 さらに、この変動に、土星の軌道の変身による効果も重なる。1980年、ボイジャー1号は土星でフライバイを行い、F 感が3つの狭い感から構成されていることを観測した。現在では、外側の2つの感には、コブやねじれが存在し、その内側の暗い感と共に編み込まれたような構造をしていることが知られている。 2007年に描かれた想像図。氷の粒子が土星の管の個体部分を形成し、このようなコブは継続的に生成しては壊れている。最も大きい粒子は直径数メートルである。2009年8月11日土星の分点の日にカッシーニが撮影した新しい画像は、いわゆる管の面からいくつかの場所で管が大きくはみ出している様子を示している。 このズレは、キーラーの空撃との境で、この間撃を作り出したダフニスが、軌道平面から外れている影響で、最大 4.0km に達している。土星の間は、おそらく非常に古く、土星そのものの形成時にまで遡る。土星の間の起源には、主に二つの説がある。一つ目の説は、19世紀にエドアール・ロシュが提唱したもので、土星の間は、 かつてはベリタスと名付けられた衛星であり、その軌道がロッシュ限界よりも近くなり、潮積力によって粉々になったとするものである。この説のバリエーションとして、衛星は巨大な水星か小惑星が衝突して破壊されたとするものもある。二つ目の説は、土星の間は土星を形成した物質の残りから形成されたというものである。しかし、現在では、 約40億年前の高気重爆撃機に、見ますよりも大きい直径4 0 0トルから6 0 0トルの衛星に大規模な衝突が起こり、破壊されてできたゴミから形成されたという説が有力となっている。土星の缶の明るさや氷の純粋さは、水星のゴミの落下によって缶が暗く不純になることから、缶がまだ若く、もしかすると約1億年前にできたのではないかという。 説の証拠とされたが、研究によると、ビカンは水性からの落下物を薄めるのに十分なほど重く、太陽系の生成からの時間程度では暗くなることはないことが示された。缶の物質は缶のコブとして再回収され、衝突によってかき回される。この過程は缶を構成する物質の見かけの若さを説明しうる。 ラリー・エスポージトの率いるカッシーニのチームは、遠平を用いて、F 間の中に直径27メートルから10キロメートルの13個の天体を発見した。これらは半透明であり、直径数メートルの氷の塊が一時的に凝集したものであることを示唆している。エスポージトは粒子が凝集し、しばらくして分裂する。 この過程が土星の管の基本構造であると信じている。最も管の密度が高い部分は A 管および B 管であり、これらはカッシーニの缶撃によって隔てられている。これに沿って1850年に発見された C 管があり、これらでメインリングを形成する。メインリングは希薄なゴミのリングと比べて密度が高く粒子の大きさも大きい。後者には D 管が含まれ、土星の雲の上端まで達している。G 管、E 管及びその他の管は、メインリングよりも外側にある。これらの希薄な管は、しばしば1マイクロメートル程度の小さな粒子で構成されるが、その化学組成は、メインリングと同様に、ほぼ純粋な水でできた氷である。狭い F 管は、A 管のすぐ外側にあり、カテゴライズが難しい。 非常に密度の高い部分があるが、非常に多くのゴミサイズの粒子を含んでいる。2007年5月9日にカッシーニが撮影した D 巻、C 巻、B お及び A 巻の裏面。土星の巻の表面。主要な巻には名前を付している。尾行、距離は、艦撃や巻の中央までの値である。飛行式名。国際天文学連合の示す名前。広い隙間はディビジョン。 狭い隙間は、キャップとしている。ほとんどのデータは、ギャザティア・オブ・プラネタリー・ノーマン・クレイッチャーや NASA、ファクチット、その他の論文から取られている。艦の主要な構成 C 艦内の構成、カッシーニの艦撃内の構成 A 艦内の構成、カッシーニによる4度斜めから見た C 艦、B 艦及び A 艦の画像。ジョーズは、2004年12月12日に撮影された。 無着色の画像である。数は2005年5月3日に撮影され、粒子の小道に応じて再色した画像であるカッシーニによる土星の D 館の画像。内側にかすかに波形が見える。また、ずっと明るい C 館が左上に見える。D 館は非常に薄い最も内側の館である。1980年、ボイジャー1号がこの館の内側に3つのリングレットを発見し、 D73, D72, D68 と名付けた。D68 は最も土星に近いリングレットである。25年後、カッシーニの画像により、D72 は考えられていたよりも薄くて幅広いことがわかり、管の平面が内側に 200km も拡張された。D 管には波長 30km の波からなる微細な構造が存在する。 C 館と d 七十三の間の空撃で最初に発見されたこの構造は二千九年の土星の分点の日には D 館から B 館のすぐ内側まで一万九千キロメートルも広がっていることが確認されたこの波は九百九十五年に六十キロメートルだったのが二千六年には三十メートルと強じ的に小さくなっており九百八十三年末に 破壊された水星から放出された 1012kg 以下の質量のゴミの雲が衝突によって、缶が赤道面から外れたために生じたものだと推測される。同じようなパターンは、1994年に木製のメインリングに、シューメーカーレビ第9水星が衝突した際にも見られた。C 缶の外観。マクスウェルの空撃とリングレット、ボンドの空撃、ドーズの空撃が見える。 C 管は幅広いが薄い玉木であり B 管の内側に位置する。1850年にウィリアム・クランチ・ボンドとジョージ・フィリップス・ボンドが発見したが、ウィリアム・ドーズとヨハン・ゴット・フリート・ガレも独立に観測した。明るい A 管と B 管よりも暗い物質で構成されているように見えることから、ウィリアム・ラッセルはクレープ管と呼んだ。この管の厚さは約5メートル、質量は 1> 約1.1018、光学的深さは0.05から0.12と推定される。D 館で発見された 30km の波構造は2009年の土星の分点における観測で C 館を通り抜けて広がっていることが分かった。コロンボの空撃は C 館の内側に存在する。感激の中には 土星の中心から 77,883km の軌道に明るいが狭いコロンボリングレットがある。このリングレットはタイタンとの軌道共鳴に支配されているため別名タイタンリングレットとも呼ばれる。間を構成する粒子の軌道極点での再差,差はタイタンの軌道の動きと等しく、そのためこの扁平なリングレットの外観は常にタイタンの方を向いている。 マックスウェルの空撃は C 艦の外側にあり内部に密度が高く非縁のマックスウェルリングレットを持つ多くの面でこのリングレットは天皇星のイプシロン艦と似ている両方の艦の中央部には波様構造があるがイプシロン艦の波はコーディリアが原因だと考えられるのに対して2008年7月現在でマックスウェルの空撃の近くに衛星は見つかっていない B 管は半径、明るさ、質量とも最大の缶である。厚さは5メートルから15メートル。質量は約2.8019キログラム。光学的深さは0.4から2.5と推定されている。B 管の密度や明るさは大きな多様性があるが、ほぼすべて説明がついていない。B 管の中には感激は存在しない。 メディアを再生する暗いスポークがビーカンの太陽に照らされた側に見える。フルサイズビデオウィズハイビトレイトオブ471キロビット SGIF バージョン1980年まで土星の間の構造はほぼ完全に重力の作用によるものだと説明されてきた。その後、ボイジャーからの画像によってスポークとして知られるビーカンの放射方向の構造があることが明らかとなり、 その存在や回転は重力による軌道力学では説明のつかないものだった。スポークは位相角60度付近を境として後方三乱光では暗く見え前方三乱光では明るく見える。最も信じられている説ではスポークは顕微鏡サイズのゴミの粒子で構成され静電的な反発力でメインリングにぶら下がり土星の磁気圏と ほぼ同期して回転していると説明される。スポークを生成する正確な機構は未だ不明であるが、土星の大気中の雷や関への流星陣の衝突が電気的な格乱になりうると提唱されている。スポークは約25年後の2004年はじめカッシーニが到着した時には観測できなくなっていた。その形成を説明するモデルから2007年まで 見えないと主張する学者もいたが、2005年9月5日に撮影された画像の中でスポークが確認された。スポークは土星の真冬や真夏には消失し、土星の分点に近づくと再び現れる土星の季節的な現象だと考えられる。2009年の分点の期間に缶に落とす影から B 缶の中を交点する衛星が発見され、S2009S1 と名付けられた。 直径は約400メートルと推定される。カッシーニが撮影したカッシーニの感激右の境界にホイフェンスの空撃がある。ラプラスの空撃は中央に向かっている。その他多くの狭い空撃も存在している。カッシーニの感激は A 艦と B 艦の間の幅約4800キロメートルの領域である。1675年に パリ天問題の序盤にシーニが20フィートの長い、焦点距離を持つ2.5インチの対物レンズを持つ倍率90倍の望遠鏡を用いて発見した。地球からは管の間の黒い隙間として見える。しかし、ボイジャーはこの感激にも管を構成する物質が集まっており、C 艦に似ていることを明らかとした。物質の密度が比較的薄く、 感よりも光が通り抜けやすいため、光の当たらない面から見ると明るく見える。カッシーニの感激の内端は強い軌道共鳴下にある。この部分の粒子は一度の公点の間にミマスの周囲に回転する。共鳴軌道では軌道が不安定になり、粒子の密度が急激に低下する。しかし、カッシーニの感激の中に存在するその他の多くの感激については、 説明がついていない。ホイヘンスの空撃はカッシーニの感激のうち端付近に存在する。その中には密度が濃く扁平なホイヘンスリングレットが存在する。このリングレットは見ますのに1の共鳴点の近くにあり、また B 間の外端からの影響を受けているため、幅や光学的深さが不規則である。ホイヘンスリングレットのすぐ外側にもさらに狭いリングレットがある。 A 館の円形の観隙の中のリングレットはパンの軌道と同一である。A 館は大きく明るい館の中で最も外側にある。内側の境界はカッシーニの観隙であり、外側の境界はアトラスの軌道に近い。A 館はその外端から22%の位置が円形の観隙によって遮断されている。また、館の外端から2%の位置にある狭い空撃は、 キーラ隊の空撃と呼ばれている。A 艦の厚さは10メートルから30メートル。質量は約6.2018キログラム。光学的深さは0.4から1.0である。B 艦と同様に A 艦の外端もヤヌスとエピメテウスによる7、6の軌道共鳴によって維持されている。その他の共鳴軌道でも渦巻き状の密度波が冷気、されている。 これらの波は、渦巻銀河の過剰腕の形成と同じ原理である。キーラの空撃の端の波型は、ダフニスの通過によるものである。土星の赤道近くで、ダフニスとそれによる波型が、A 館に影を落としている。円家の観劇は、A 館の中にある幅約三百二十五キロメートルの広い観劇であり、土星の中心から十三三万千五百九十キロメートルの距離にある。 内側を光転するパンの影響によって形成されている。カッシーニによる画像は、感激の中に少なくとも3本のコブの多いリングレットが存在することを示した。ヨハン・エンケ自身はこの感激を観測しなかったが、土星の間の観測に対する彼の貢献を称えて名付けられた。この感激は1888年にジェームズ・キーラーによって発見された。 ボイジャーによって発見された A 艦の中の二つ目の大きな隙間は、キーラーの空撃と名付けられた。2008年に国際天文学連合が定義を明確化するまで、艦撃と空撃という用語の使い方は曖昧であった。この隙間は全体が A 艦に含まれるため、本来であれば空撃と呼ぶべきである。キーラーの空撃は、A 艦の中にある幅約4 2トルの 空撃で A 艦から約 250km の地点にある。2005年5月1日に発見された小さな衛星ダフニスがその中を交点し、空撃内の物質を一掃している。またこの衛星により空撃の端に波を生じている。ダフニスの軌道が缶の面に対して若干傾いているため、波は缶の面に対して垂直方向の成分も持ち、面の髪型。 1>, 1 5トルに達する。キーラーの空撃は、ボイジャーによって発見され、天文学者、ジェームズ・キーラーを叩いて命名された。また、キーラー自身は、ヨハン・エンケを叩いて、エンケの感激を命名した。A 館で最初に発見された4つの小衛星の位置2006年、カッシーニが撮影した A 館の写真から、4つの小さな衛星が発見された。 直径はわずか100メートル程度で、直接見ることはできず、カッシーニが見たのは、小衛星が作った数キロメートルのプロペラ型の、格乱であった。A 艦には、このような天体が数千も存在すると見積もられている。2007年、さらに8つの小衛星の発見が公表され、土星の中心から約13万キロメートルの軌道に、幅3000キロメートルの衛星体があることが明らかと、 なった。2008年までに150個以上の省衛星が確認されている。A 艦と狭い F 艦の間にあるロシュの空撃。その中にアトラスが見える。エンケの空撃とキーラーの空撃もこの中に見える。A 艦と F 艦の間の,間の隙間はフランスの物理学者エドアール・ロシュを称えてロシュの感撃と呼ばれている。ロシュの観撃はメインリングの最外端にあり。 土星のロッシュ限界に近い。そのため、この感激には衛星が共存していない。カッシーニの感激と同様に、ロシュの感激も、そこに何もないわけではなく、感と同じ物質が存在している。この物質の性質は、希薄なゴミ状の D 感 E 感 G 感の物質と類似している。ロシュの感激中の日点には、その他の領域よりも高密度で、ゴミが集まっている。 これらはカッシーニによって発見され、アトラスの軌道に沿ったものに R-2004S1 土星の中心から 138,900km でプロメテウスの軌道の内側のものに R-2004S2 という仮符号が付けられた。メディアを再生する羊海衛星パンドラとプロメテウスが F 間の両側を回っている。プロメテウスの後ろには暗い流路がカーブして続いている。 F 艦は土星の個別の艦の中で最も外側にあるもので、数時間単位で特徴が変化する、おそらく太陽系の中で最も活発な艦である。A 艦の外端から 3000km に位置する。1979年にパイオニア11号によって発見された。非常に薄く、幅は数百 km 程度で、軌道の内側と外側に2つの羊飼い衛星。 プロメテウスとパンドラを持つ。カッシーニに撮影された接近写真によって F 管は一つのコア管とその周りの螺旋構造からできていることが明らかとなった。また、プロメテウスが炎天で管と出会うと重力によって F 管にねじれやコブが生じて衛星が管から物質を盗み管の内側に暗い流露を残すことが明らかとなった。プロメテウスは F 間の物質よりも早く土星を回っているため、新しくできた流路は前にできたものより前方に約3.2度カーブする。2008年、さらにダイナミックな動きが発見され、F 間の中を交点する未発見の小さな衛星がプロメテウスから受ける、接造のために常に動いていることが示唆された。そのうちの一つには R-2004S6 という仮符号が付けられた。 F 館の周囲255度を撮影した107枚の合成画像。幅は約 1500km である。裏から太陽に照らされる外側のカンアンテアーク。明るい点はアンテ。裏側から見た E 館。エンケラドゥスのシルエットが映っている。エンケラドゥスの南極からは明るいジェットが吹き出ている。カッシーニが2006年に前方三乱港で撮影した画像から。 ヤヌスとエピメテウスの軌道の領域に薄いゴミの管が存在することが確認された。この管は放射方向に約 5000km の広がりを持つ。その源は流星人の衝突で衛星の表面から巻き上げられた粒子であり、軌道の経路上に薄い管が作られた。G 管はとても薄い玉木であり、F 管の中間から E 管の支点。 ミマスの軌道の1万5千キロメートル内側まで広がる。内端の付近に際立って明るいアークを一つ持ち、ミマスの7、6の共鳴軌道上にある直径約0 5キロメートルのアイガイオンを中心としてその周囲6分の1程度に広がっている。アークは直径数メートル程度までの氷の粒子から G 管の他の部分はアーク内から放出されるゴミから構成されていると、 信じられている。G 管全体の幅は約9 0 0 0キロメートルであるのに対して、アークの放射方向の幅は約2 5 0キロメートルである。アーク内には小さな氷の衛星に相当するような直径数百メートルの塊も存在すると考えられている。アイガヨンやアーク内のその他の天体から流星人の衝突によって放出されたゴミは、 女性の磁気圏との相互作用により、アークの外側に向かって漂う。これらの小さな粒子は、その後の衝突によって削られ、プラズマに引っ張られて消失する。数千年の間に、缶は徐々に質量を失い、再び、アイガイオンに吸収されると考えられている。希薄なアークで、2006年9月に最初に発見された。メトネに付随して、約10度の範囲を占めている。 アークを構成する物質はメトネに流星人が衝突して放出された物質だと考えられている。このゴミはミマストの14時15分の共鳴軌道に集まっている。同じ共鳴の影響でメトネは軌道上5度の範囲で前後に振動する。希薄なアークで2007年6月に最初に発見された。アンテに付随して約20度の範囲を占めている。 アークを構成する物質はアンテに流星人が衝突して放出された物質だと考えられている。このゴミはミマストの10時11分の共鳴軌道に集まっている。同じ共鳴の影響でアンテは軌道上を14度の範囲で前後に振動する。パレネと軌道を共有する希薄なゴミのリングでカッシーニが2006年に前方三乱工で撮影した写真の中から発見された。 この艦の放射方向の範囲は約2 5 0 0トルである。艦を構成する物質はパレネに流星人が衝突して放出された物質が軌道上に集まったものだと考えられている。E 艦は最も外側の艦でミマスの軌道からレアの軌道にまで達する非常に幅広な艦である。ほとんどが氷から構成される希薄なディスクであり、ケイ素や二酸化炭素、 アンモニアも含まれる。他の艦とは異なり、顕微鏡サイズの粒子から成り立っている。E 艦の粒子は、氷ではなく、ゴミ、ガス、煙であり、2005年、その源は、エンケラデスの南極付近の氷火山の噴火により、放出されたものであると確定された。E 艦は、1966年、ウォルター・ファイベルマンが発見を報告し、D 艦と命名した。しかし、 写真が極めてかすかだったため認められず、D 艦の名は1970年に発見された C 艦の内側の艦に与えられた。その後、この艦はパイオニア11号により存在が確証され、E 艦と名付けられた。1978年、ジュゼッペコロンボは、レアとタイタンの間に小衛星の帯の存在を予想した。木星の重力がその内側に、 惑星の形成を阻害し、小惑星体を作ったように、タイパンの重力がそれを作ったというのである。コダード宇宙飛行センターのジェームズ・ウェイチトレーナーは、パイオニア11号の宇宙専用紙計測機のデータから、コロンボの予想に一致する10から15度星半径の場所に巻を発見したと報告し、G 巻と命名した。しかしその後トレーナーは、観測データは、 太陽風の変動によるものだったとして発見を撤回した。フェーベンの巨大な広がりは土星のメインリングをも小さく見せる。枠内はスピッツァー宇宙望遠鏡によるフェーベンの一部の24マイクロメートル波長の画像。2009年10月6日、フェーベのちょうど内側に希薄な物質のディスクが発見されたことが公表された。このディスクは 発見当時は地球に横を向けていた。非常に大きいが可視光では見えず、NASA はスピッツァー宇宙望遠鏡で赤外線観測を行い、発見した。全体の範囲は観測可能な土星の半径の128倍から207倍を超え、計算によると、外側は土星の半径の300倍、内側は土星の半径の59倍で、イアペクスの軌道に相当する。 フェーベは土星の半径の平均215倍の軌道を交点する。この艦の厚さは土星の半径の約20倍である。艦を構成する粒子はフェーベに流星人が衝突して放出されたものと推測されるが内側の衛星イアペクスの軌道とは逆行する。艦は土星の軌道平面内にあるが土星の赤道面や他の艦の面から27度傾いている。フェーベは 土星の軌道面から5度傾いており、缶の面からの上下へのズレは、観測される缶の厚さとほぼ同じ土星半径の約40倍になる。缶の存在は、1970年にスティーブン・ソーターが提唱し、バージニア大学のアンジェイ・バーベサーとマイケル・エフ・スクラッキとメディーランド大学カレッジバーク校のダグラス・ピー・ハミルトンが発見した。バーベサー、スクラッキとハミルトンは、 コーネル大学の同級生であった。缶の物質は、ポインティングロバートソン効果により減速して、内側に向かって移動し、イアペトゥスの進行方向側の半球に衝突する。物質の効果により、イアペトゥスの進行方向側の半球は、暗く赤くなるが、イアペトゥスの二面性の直接の原因となるほどではない。硬化した物質は、熱い領域で氷が消化し、 寒い領域で蒸気が凝縮するという熱の偏りに対する性のフィードバックとして働く。これにより、ダグと呼ばれる暗い残砂が進行方向側の半球の赤道付近の領域の大部分を覆い、極地方や進行方向と反対側の半球を覆う明るい氷とのコントラストになる。土星で2番目に大きいエ星レアは固体粒子が集まった狭い3本の帯からなる。 独自の管を持つという仮説が提唱されている。このような管は画像に捉えられたことはないが2005年11月にカッシーニが行ったレア付近の土星の磁気圏における高エネルギー電子の密度の観測によって推測された。マグニートスフェリックイメージングインストルメントは衛星の両側でほぼ対照的に徐々に密度が小さくなる中3カ所で急減することを観測した。 この現象は直径数十センチメートルから1メートル程度の粒子からなる密度の濃い艦やアークがあると仮定すると説明することが可能である。さらに最近では衛星の赤道から2度以内の周囲4分の3の地点に紫外線の明るい点が分布していることが明らかとなった。この点は軌道を外れた艦の構成物質が衝突している場所と解釈される。しかし、 カッシーニによる様々な角度からの観測でも見つけられておらず、缶の存在とは違う説明が必要かもしれないことを示唆している。古谷光都氏の漫画、ダメオヤジ後半の社長編において、高性能望遠鏡を買って土星を見たはいいが、缶がないため、あれは土星じゃないと憤慨するものの、身は土星の缶の消失が起きる年だったので、 帰って珍しい土星を見れたと喜ぶ話が存在する。この話が掲載された1980年は日本のマスコミでも感の消失が大きく報じられ、それをアイデアとして描かれたものだった。ありがとうございます。